すごい縛っちゃったんで、もうね、心折れそうなんですけど、もう心折れそうっていうか、もう心折れてるんですけど、まあ、もう泣きながらね、もうね、ちょっと笑いしか出ないんですよね、本当にね。まあでもやっていきましょう。失踪は絶対しない。もうね、日本一になるまで俺は諦めません。ね、ジャイアントキリングを目指そう、ジャイアントキリング。まあね、ちょっとね、俺ね、個人的に思ってたことがあるんですけど、もうすでにあるチーム名を全部変えるっていう手もあったんですよ。皆さん、グラゼニっていう、モーニングでね、今連載されてるアニメじゃねえや。漫画ご存知ですか？ねえ、それのね、もうチーム名に全部振っちゃうっていう手もあったんですけど、まあ、それだとね、ちょっとめんどくせえなと思っちゃったんで、ね、怠慢ですね。まあでも、いいんじゃないと。もうね、すでにあるチーム、まあ、広島がね、もう財政なんで、広島市がね、財政破綻しちゃったんで、カープをまず仕分け対象にしちゃって、もう仕方ないから長崎にセリーグの球団作ったっていう設定で行きたい。長崎、テーモン、ファルコンズ、ね、万年財政なの。もうね、これ思うんですよ。活躍しないんだったら、もうね、これ買わない方がいいんじゃねえかって俺思うんですよ。もう買ってますけど。多分ね、これ活躍しないんだよな、これ、どう考えても。76,300万円。76,300万円かな。76,300万円ってもう訳わかんない単位だな。7億なのかい？今7億なのか。絶対活躍しないだろう。763から増えるかな。増えない気がするな。増えねえな。買わない方がいいな、これな。買いませんもう。買いません。もうね、増えない。もう増えないもん。どう考えても。どうすればいい？本当に。ちょっと今ね、もう、どうすればいいか分かんなくなっちゃって、いろんなボタン押しちゃいましたね。で、オールスターになりましたけど、多分ね、オールスターね、多分うちのチームからね、5人は食い込んでたら、5人は。あそこ、来た、1人ね。あ、ファーパー、2人ね、これ。あね、はいはい、そういうことね。はいはい。まあね、大丈夫、分かった。投手成績どんな感じだろう、前半戦を終えて、失点、巨人に100点差つけられております。ね、防御率も1点台。1点つけられて、奪三振も200ぐらいつけられてね。ね、基本塁打に関しては、もう3倍ぐらいありますね。これ、投手陣の崩落ですね、これね。打率もね、1割8分4厘って。もう一体誰が打ってないとかじゃなくて、誰が打ててるんだって話ですよ、これ。誰が打ってるんだって、誰がこれ、牽引してるんだ、バッティングを。誰が牽引してるんだ、これ。ちょっと見てみよう。ちょっとね、守備も11位に落ちましたけど、これね、本当にダメなんだ。野原だ。野原が2割2分3厘で首位打者です。やっぱ野原頼りになるね。長崎出身だから。本塁打もハーパーが10本と。いやー、もう4番ですわ、これ。4番だわ。盗塁王、誰かな、盗塁王。お、11個もやってる。川島。いいね。やってるね。いや、いいね。ちょっと打率1割8分3厘か。気になるな。でもこっからですよ、こっから。まず1年目はね、捨て。とりあえずもうね、多分お金増えないと分かったんで、もうざーっと飛ばしてですね、どんくらいになるかと。とりあえず日本シリーズ絶対いけないと思うんで、ここまでですね、飛ばしますもん。じゃあ、カットします。はい、シーズン終わりました。じゃあですね、とりあえずまあね、セリーグ優勝したのは巨人と。でですね、まあ2位がヤクルト、14ゲーム差をつけて、2位がヤクルトでですね、我がチームファルコンズは、67ゲームをつけられて、まあ、最下位ということになりましたけど、まあ、ちょっとね、67ゲームっていうのがね、ちょっと僕にはちょっとね、よくわかんないですね。ちなみに僕ずっと見てたんですけど、40ゲーム過ぎたあたりでもう笑いが出始めたんで僕。一人でね、麦茶飲みながら見てたんですけど、うへへっつっちゃいましたね。シーズン成績108敗ということで。もうね、交流戦も12位なんでね、もうドンケツもドンケツですわ。じゃあね、記録室を見ていきます。とりあえず、リーグ記録です。とりあえず記録です。投手成績を見ましょう。もうね、じゃあ一体お前ら何ができるんだと、本当に、これを見た限りで。一体逆にお前ら何が得意なんだと。ねえ、もう投手陣のね、崩壊がすごいって、打者もです。1割8分4厘に直らずと。ね、2割超えずと。
もう打撃コーチの問題とかじゃないですよ。もうこれ個人がね、打つ気がないんだもん、これ多分。安打1000本いかないってすごいもんね。頻打も頻打だもん、本当に。まあ、本塁打はね、最下位じゃなかったのはちょっと嬉しいですけど。盗塁もね、ちょっと低いし。まあね、ちょっと不甲斐ない記録になってしまいましたけど。どうなってるのかと。はい。あ、守備はね、ちょっと1ランク上がったのかな。投手ランキング見ましょう。うちの最多勝、ちょっとね、もうすでにちょっとこれ見えちゃってるんですけど、まあ、1勝16敗というですね、まあすごい記録を残しましたね、前田さんね。1勝16敗と1勝16敗って逆になんでローテ守れたんだろうな、正しいですけど、まあ、とりあえず多分16、17敗がいた。下柳17敗だった上には上がいた。あー、ちょっと上には上がいたわ。しかも成長タイプ早熟なんだ、下柳絶対早熟じゃないだろう。ベテランまで活躍したじゃん。ちょっと待って、1勝17敗か。ローテ守ってんだよな、しかもこの2人。この3人だよ、これ。1勝16敗、コンビがいたよ、これ。やべえよ、でも防御率 3.0 だから、まあまあいいんだよな。投手として、先発投手としては、まあ、9大点じゃないかなと。まあ、ひどい、ありさまですよ。自責点73点と。72点が自責点。だいぶひどいですね。野手で打率王は野原くんの2割3分3厘、長井くんの2割1分1厘と、この2人ですね、2割越したのは。一応フルイニング出場というか144試合全部出場してますね、この2人は。ね、最多安打が127安打と、まあそこそこね、127安打だったらね、まあ1試合に1本出るか出ないかぐらいですからね、まあなかなか打ってますね。本塁打もハーパー、テレロのね、この外国人コンビがやっと2桁いったと。もう統一機の威力凄まじと。統一機の問題じゃないけどね、これね、絶対。盗塁はね、やっぱ足で絡める、足で得点を絡めるあたりの。川島が頑張ったね。いやー、猛打賞8回。長いと野原頑張ってんな。いやー、来たね。でですね、まあ、とりあえずシーズン終わって、まあ、既存の戦力はですね、もう、ひどいと。いうことでですね、僕は今回かけています、ドラフトに。FA 取れないし。お金がないから。多分ね、誰も絡んでないでしょ。ね。誰も絡んでないでしょ。ゴールデングラブにまさか、ね、2人も選出されるとは思わなかったけど。まさか2人もね、ゴールデングラブ取れるとは思わなかったけどさ。まあ、投手とかもひどいんでね、多分誰も何も取れないでしょうね。これで下柳が FA したら面白いですね。FA するんだ、つって。あの成績で。1勝17敗で FA するんだって思うけどね。契約更改は、まあね、お金とかね、やりましょうということですよ。まあ、やっていきましょう。非常に憂鬱ですが。19万。これね、普通、ちなみに、これですね、僕が300年前やったんですけど、合計金額ですね、シーズン終わるとですね、普通でやると35万とか40万ぐらい入るんですね。つまりこれ半分以下ですね。やっぱり少なめってすごいね。全然入んないんだよ、少なめで。あ、堀小市出ねえな、まだな。どうしよう。これ変えた方がいいかな。変えた方がいいのか、これ。浅井さんのせいなのか、これ。浅井さんのせいなのかもね、もしかしたら。いや、浅井さんのせいじゃないと信じたいけど、やっぱり、これはもう大劇コーチ解任してもいいんじゃないかな。谷川さんでいこうか。これちょっと魅力的だね。500万安いし。え、でも、尾形さんはね、これ変えなくていいっすよ、尾形さん。尾形小市は変えなくていいっすよ、これ。全然。で、これ投手だね、投手。投手が悪いのか、これ。投手、いや、でも、やっぱ大野はね、全然悪くない気がするんだよな。いや、これでいこう。もう投手よかったから、これでいこう。もうこれで OK と。で、スカウトは特にまだ何もやってないんだよね。とりあえずこれでいきましょう。はい。まさかの1億4000万請求してきましたね。お前マジかと。お前マジかと。いや、お前、まあ、普通にいい成績残したんだけどさ、うちの財政考えようぜって話ですよ。4000万減らします。じゃ、ここら辺はね、適当にやってるんで、カットします。はい、契約終了しました。ですね、今回の変更点はですね、石井拓郎を打撃コーチに就任させます。そして、下柳を投手コーチに就任。まあ、1勝17敗の投手コーチなんていうことなんてね、誰が聞くのかって話なんですけど、まあ、長崎県民のね、誇りとして、そこは投手コーチをね、任せていくと。で、10億
4000万円の残金、これですね、大体いけんじゃねえかなと思ってますので、まあね、ドラフトはとりあえずいいの取れるな、ね、強制引退。この2人がね、もう、まあね、石井拓郎のね、コーチとしての能力半端ないんで、まあ、一応ね、入れてたっていうだけなんでね、ドラフトはとりあえず3人まで獲得できますと、多分ね、即戦力です、多分。もう僕らのチームからしたら即戦力ですね。ですね、これ、チームのですね、順位が低い人から選べるというですね、ドラフトの、まあ、基本原理というか、なんていうか、もうここら辺とかも即戦力ですね、僕からしたらね。即戦力も即戦力ですから、ね。やっぱね、社会人とかに27歳になるとですね、まあ、歳を取ってる分やっぱりね、いい能力です。誰を取ろうかな。いや、やっぱね、即戦力取りたいんだけど、こいついいね、長澤取ろうかな。保留にして、長さを保留にしていこう。もっといいやつがいそうな気がする。ただショート6人いるんだよな。ショート6人いるならもういいだろって話なんだけどね。ショート6人いるのにさ、ショートのやつまた取るかって話ですよ。どんだけ人事下手なんだって話ですよ。やっぱこういうさ、こう未来をさ感じさせてくれる石丸とかね、こう変化球とか、こういうね、いい能力持ってるのはね、やっぱ入れたいね。石丸か。いや、やっぱね、強いやつ入れたいわ。最悪コンバートしてね、違うところで使います。行きましょう。多分ね、他のチームもね、長澤来るな。来た、取りました、単独指名。よし、来たね。で、次は石丸か。よし、いいよ、いいドラフトよ、今いいドラフトよ。そして最後は誰を取るか。金光ね。やっぱ即戦力だね、これね。27歳だと思うね。あと、落ちるだけなんだよな、あの力な。ショート多いな。内野手少ねえな。内野手取りたいな、やっぱり。まあね、コンバートすりゃいいだけの話なんですけどね。キャッチャーも多いしな、うち。チームバランスが偏りすぎてんだよな、明らかに。いいやつ欲しいな。みんな未来があるからね。サードね、いいね、サードいいね。こいつ、こいついいね。鹿児島か。これ長崎来るよな、多分。野中で行くか。そしたら、じゃあ野中で。はい、とりあえずこの3人ですね。即戦力、高卒ルーキー即戦力、長澤、石丸、野中。いや、来たね。じゃあとりあえずこの辺で終わります。じゃあ FA 交渉からですね、次は。じゃあさようなら。